モザイクタイルモザイクタイルとは、一般的に表面積が50平方センチメートル以下の陶器製装飾用、平物タイルを指す。内装タイルや外装タイルなどのような用途による分類ではなく、大きさによる分類である。執行しやすく、台紙に複数のタイルを並べて連結したユニットの状態で販売されていることが多い。似て、非なるものに、 石を割ったような形状のテッセラタイルがあり、これはセラミックテッセラとも呼ばれる。建築材料として壁面や床面を保護するだけでなく、モザイクタイルアートと呼ばれる美術作品の材料にもなる。30センチメートル四方にユニット化されたモザイクタイル装飾技法のモザイクのような思考を行うことができる。15ミリメートル角の四角形。 2 3トル角の四角形などが多い。建材としてのモザイクタイルは一辺3 0トル程度のシート状にユニット化されている場合が多い。小さいことから複雑な思考に適しており、また目地のおかげで滑り止め効果も高いため、浴室やトイレの床材として使用されることが多い。日本最大のモザイクタイル産地は岐阜県田嶋市笠原町である。 日本初のモザイクタイルを製造した稲初の進む1910年に愛知県名古屋市で開催された第10回関西府県連合共進会に常名焼の産地である愛知県北郡常名町の稲初の進むが統制モザイクという名称の日本初のモザイクタイルを出品した1914年に東京府東京市で開催された 東京大賞博覧会には、サジ・ハルクラが、マジョリカモザイクバリガラを出品した。その他には、日本洋業株式会社もモザイクタイルを製造していたとされる。明治時代や大正前期のモザイクタイルは、わずかな生産量にとどまっていたが、第一次世界大戦後に生活水準や衛生観念が変化すると、公衆浴場の床面が、ギータから陶器敷期ガーラに変化するなどしたことで、 モザイクタイルの需要が一気に増大したとされる。第一次世界大戦中には、愛知県北田郡常波町の稲政党がタイルの量産に乗り出し、1924年の商品カタログでは4種類のモザイクタイルを揃えていた。大正末期の常波町では、多くの製党所が陶器室、モザイクタイルを製造していた。常波町からやや遅れて、瀬戸焼きの産地である、 愛知県東春日ガ郡瀬戸町でもモザイクタイルが製造されたが、色物主体の常な町とは異なり瀬戸町は白色が基本だった。1926年、美濃焼の産地である岐阜県時郡多治美町で加藤修康が設立した日本建島が無有モザイクタイルを製造し、これが美濃地方発のモザイクタイルとなった。1935年頃、 岐阜県時郡笠原町の山内逸蔵がモザイクタイルの生産技術を確立させた。愛知県北郡常波町、愛知県東春日郡瀬戸町、岐阜県時多治嶋町や笠原町でモザイクタイルが集中的に生産されたが、モザイクタイルを専業とする生党所は稀だった。1929年12月4日、日本標準規格が モザイクタイルの形状や寸法を規格化した。戦前には、ビルの内部の床面や一部の腰壁にモザイクタイルが用いられた。田治見市、モザイクタイルミュージアム戦後の1953年には、顔料を用いて発色させた、カラコンモザイクタイルが登場した。同年には、名古屋市の丸栄本店の外壁にモザイクタイルが使用され、以後は、 多数のビルの外壁に使用されるようになった。マルエー本店は村野東吾が設計し、次期無有40角モザイクタイルが用いられている。高度経済成長期にはビルの建設ラッシュが起こり、1952年に生み出された圧着工法によって普及した。昭和30年代がカラコンモザイクタイルの前世紀とされ、千葉県庁や東京ヒルトンホテルなどが、 代表例とされる。1970年には、早稲田大学理工学部教授の田村康氏らによって、当時機室タイルバリ工法近代化委員会が発足した。TKK 委員会は、モザイクタイルも含めて、超高層ビルへのタイルの試行技術を普及させた。2016年には、田治見市笠原町にモザイクタイルを専門とする田治見市、モザイクタイルミュージアムが開館した。 形状による分類性方形円形と異形状異形状用途による分類戦闘の壁面机の天板壁面。ありがとうございます。